そして、レオさん、バレンタインデーですよ、というわけで、俺のこの生活に関係あると思う。スウェーデンの刑務所より狭い部屋でさ、動画を作るよ。レオザサフットサル、レオザフットサルってなんだ？なんで俺室内になったんだよ。はい、ツイキャスのダイジェストだよ。というわけで、アイテムね、持ってるよって人はどんどん投げてくれたら嬉しいですね。そして、チェルシーバルサ予想お願いします。というわけで、どっちかが勝ち上がりますね。アルデルバイルートに移籍の噂出てましたが、どう思いますかというわけで、ね、出てない選手は移籍の噂出ますからね、この時期。ニュース書く人はね、困っちゃうんですよね、その辺。なんもないから。一応さん、吉田出れてませんね。そうなんだよね。スティーブンスがすごい才能あるっつって、今の監督気に入ってるのと、吉田出れなくなる前ね、結構ね、クロスのボールに対して、マーカー外したりしてたからね。それはもう単純にチョコが好きね。免許証で言ったら硬い材質の紙が好きな人になるから。レオさんならベンゼマとアーセンシオどっち使いますかというわけで、僕はですね、どっちも使ってクリロナ外しますね。ユートグーナーさん、今シーズンエバートン相手にアーセナルは10点も取ってるんですけど、なんでですかというわけで、前の試合忘れたけど、後の試合の方は完全にね、監督の采配ミスです。おじさんの、アラダイスさんの。早速レオさんのバレンタインの思い出をというわけで、これね、前ね、これがっつりあって一個だけ忘れられないのは、クラスでね、一番可愛い子いたの。佐藤愛ちゃんっていう子がいて、その佐藤愛ちゃんをね、俺は別に好きじゃなかった。俺一番可愛い子よりも、3番目4番目いつも好きになるタイプだから。だけど急にね、バレンタインの日にどうせもらえねえから、急いでさ、ジャンバー着てさ、もう早く学校から帰ろうとしたの。そしたらその佐藤愛ちゃんに、レオくんって止められてさ、え、何？みたいな。え、何？みたいな。ちょっと、ね、バレンタインだから絶対頭のね、片隅どころか、片隅風にもう9割9分それだからさ、え、何？っつって佐藤愛ちゃんに言ったら、そのジャンバーリバーシブルなんだねって言われて、そこと思って。今っていう。バレンタインの日の帰り際に女子からされる会話の切り口じゃないじゃん。うんっつって。その後別に何もなさそうだから帰ったんですけど。佐藤愛ちゃん間がね、犬の散歩してる時にさ、俺帰り道すれ違う時、あ、佐藤愛だって思ったら、その犬うんこしだして、佐藤愛ちゃん恥ずかしかったんだろうね。その犬うんこしてる途中でずっと引きずってったんで。レオザフットボールのとこ行ったら、私もいい恋人できちゃうかもみたいなね。ライブ界の Tinder みたいになりたいね。出会いの場？うん。ライブ界の恋ボーイみたいな。ライブ界のスタービーチみたいな。昔の出会い系サイトの名前ですけど。時代出るっていう。コケ谷さん、福島の誇り。あ、嬉しい。福島の誇り。これやんなきゃいけないから、毎回。そして、レン君。どうも、うんぽこで選手の方がゲスト来てた時、西岡さん興味津々だったよね。で、おなじみというわけで、ね。そのレン君の罠には引っかかんないよ。そういう風に、煽ることによって俺を、ね、西岡さんをディスらせようとするみたいな。ね。逆にあれよ。そのね、なんつうの、こう、選手至上主義。みんなで変えてこ。じゃないとずっとダゾーンで秋田さんが解説するから。西岡さんをディスらせようとするやつで秋田さんディスっちゃったからね。びっくりしちゃったよね。いや、こないだびっくりしたんだよね、俺。あれはもうさすがに言っていいでしょ。レアル対、レアルマドリード対レアルソシエダの、配信見た人、どのぐらいいる？のしってくれ、のしってみんな。ねえ、秋田さんの解説あれさ、その辺歩いてるおじさん連れてきてももうちょっと面白いこと言うだろう。こんばんは、レオザ・デオロヘウというわけで、誰が狂気のドリブラーじゃ。福島の誇り。おすすめの漫画ありますか？おすすめの漫画か。ベタで言うと進撃の巨人だけど、俺が、こう、聖書的な感じしてる、バイブル的にしてるのは、蒼天コールだね。でも、まあ、最終的にピザッツ読んどけばいいんじゃないですか。そしてレオザサポーターさん、僕は可愛い子からチョコをもらっていた男子を半ば落としてチョコを分けてもらってました。そこではもう、バレンタインってチョコをもらうことっていう、なんつうの、あれ、チョコという名のステータスをもらってるから。女子からのこう免許証みたいな。モテてる免許証だから。うん。それ免許証奪ってもさ、うん。写真違うから使えないでしょ、それ。人の免許証、ね、財布に入れて車運転してても捕まるじゃん。こんばんは、レオさん。昔、茶髪だったんですね。茶髪の時も、金髪の時も、紫のエクステつけてた時もありますよ。これほんとボケじゃなく。神奈川さんとのラジオ、どうやって録音していいんですか？パソコンでね、LINE のアプリ開いて、で、そこに、紙コップを置いて、糸を繋いで、大阪まで、こう、持って行ってもらって、で、神奈川さんの方にも LINE のアプリ開いてもらって、それで僕の、アカウントに、アイコンに電話してもらいます。めんどくせえボケだったね。どっちなんだみたいな。サッカー選手にチョコレートあげるとしたら、誰だろう、バルトラ。うん。バルトラ喜んでくれそうでしょ。うん。誰だろう、イケメン。ララーナとかだったらさ、ありがとう、みたいな感じでさ、あれです、みたいな感じで、どっか行きそうじゃん。バルトラ、ありがとう。絶対食べるね、とか言ってくれるじゃん。ていうか俺、菅原さんに聞いたんだよ。バルトラあのまんまでほんといい人だっつってた。
トレスさん、ダゾーン配信中に止まると聞くのですが、試合観戦に支障出るレベルですか？出るレベルです。そんなこと言ったら、ね、来ないよっていう仕事ね。ダゾーンさんの関係者さんが見てくれてたら、僕に仕事くれたら言わなくなりますよ。いや、全く止まんないですよ。あなたのパソコンが悪いんじゃないですかって言いますからね。ボランチの司令塔、トップ下の司令塔、どっちが好きですか？ボランチかな。トップ下は今アタッカー的な役割になっちゃうからね。でも好きとかよりもな、自分が監督でチームに置くとしたらって感じになるよね。ケイヒルキャプテンにチョコ渡してアタフタしてるとこ見たいというわけで、いや、ああいう人の方がね、そういう時にこう、ああ当たり前だよねみたいな感じで裏行って、もうほんと子供みたいに膨らわけんじゃないですか。 F マリノスさん、レオさんの動画見てます、ありがとうございます。ほんと嬉しいね。これいつもね、さらっと挨拶してるようだけど、ほんと動画見てもらうのと曲聴いてもらうのがほんと嬉しいからね。キリさん、調子乗っちゃって、どこの部分かな。調子乗ってるやつの配信の方が面白いでしょ。ずっと落ち込んでさ、いやー最近ねーみたいな。嫌でしょそんな、うん、収益があんま上がんなくてさみたいな。20日から YouTube のシステム変わるしみたいな。落ち込まれてるのも嫌でしょ。なべちゃんさん、レオさん、チョコください。これチョコでいいんだよね。うんちは赤いアルミホイルで包んでるわけじゃないもんね。極戦さん、こんばんは。あんなにうまいモドリッチがめっちゃ走って守備してると見ると、なんか自分まで罪悪感感じちゃうだけで。いやいや、感じる必要ないでしょ。ね、それ感じなきゃいけないのポグバとマルシャルだけなんで。明日の用事は女ですかというわけで。そうなんですよ。はい。何人かね、女と男集められて、こういうね、蝶々の羽みたいなマスクつけてね。なんか裸でなんかやるらしいですけど。何やるかは聞いてないですね。山口さん、明日フルコートでサッカーするんですけど、ボランチやるんですけど、簡単なアドバイスしてください。できれば今更ながらブスケツの解説も聞きたいですというわけで。俺は、できてない時は多いけど、やっぱりボールもらう前に周り見るのは本当大事だと思う。うん。やっぱりあんまやってないとね、ボール来る瞬間トラップミスりたくないからボールばっか見ちゃうんだよね。その一個をとりあえず頑張ってみてください。で、ブスケツの解説ね。解説って言われてもどこを見ればいいか、どこを言えばいいんだろうな。でも本当今やるべきことを瞬時に判断して高いテクニックと豊富な運動量でできるっていう感じですね。尾崎さん、やっと時間がありました。初参加です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。適当に楽しんでってください。なんかあれだね、今ね。ちっちゃいクラブの店長みたいなこと言ったね。うん、適当に楽しんでってよ。休みの日、下北の古着屋いるんですけどね。レオさん、サッカーニュースをどのように集めてますか？基本的にヤフーなんですけれども、英語の勉強を始めたんで、それでね、英語のニュース見るようにしてますね。大学受験3連敗しました。慰めてくださいというわけで。大学に入ることがでも目的になってるのは俺本当におかしいなって昔から思ってて、人の話聞く前から。だから大学に行って何勉強するかが決まってないんなら、いいんじゃないですか、別に。まず目標を決めて、それに大学が必要かどうかを決めることだと思いますけどね、本当に。リュウさん、レイブ監督の次の行き先、ざっくりしがちでおなじみね。まあ、あんだけ結果残してますからね。長く率いてて、選手のモチベーション落としてないっていうのはさすがだよね。F マリノさん、レオさんの動画の内容は惹かれます。嬉しい。そういうの、よそで言ってって、どんどん。グー今尾さん、ラカゼットの離脱で絶望の淵に立たされたグーナーを救ってくださいというわけで、俺ほどアーセナルファンじゃないのにアーセナルのこと語る人いないし、なんなら俺アーセナルファンじゃないかって思うよね。うん。ていうか俺サッカーファンだから全部のチーム好きだからさ、知ってくと口出したくなるんだろうね。うん。それぞれの意見があっていいじゃない。だからこそそれをね、ぶつけ合う、もしくは、こういろいろ組み合うっていうイベントをやるから、ね。でもそのイベントもね、このね、ツイキャスの方に出てる帰宅サッカー部、こちらの方にね、人が入ってないとそっちやるのも不安になっちゃうから、ぜひとも大阪まで遠いでしょうけど、来てください。みんなで討論イベント次、これが成功したらやりたいと思うんで。豚さん、もしネイマールがバルセロナにいたら守備の時イニエスタをどうしてたと思いますかというわけで、普通にネイマールは頑張って442で守備してましたよ。433から戻って442の可変になるっていう。今のレアルでベイルがやってる役割の逆サイドバージョンです。シアンダイさん、デブライネとエリクセンってスプリントの使い方めっちゃ賢いですよね。お、シアンダイさんもそのね、怒ってることの言語化の才能がありますね。左足首のゆきさん、香川にこのコンディション崩さないように頑張ってほしいです。うん。シュテイガー監督はやっぱ大阪もそうだけど、日本人使うのうまい。アーセナルもサンチェス、ジルー抜けたけど、大場面はムヒタリアン来て生まれ変わりそうというわけで、ベンゲルのうちはあんなんすよ。ずっと。ほんとに。はい、おじいちゃん頑張ってるねっていうのを見るチームです。レン君、サッカー選手はモテモテだし、もちろんサッカー YouTuber もモテるんですよねというわけで。どう言えば得するんだろうな。得とか考えてる時点でね。もう自分が思うようにね、答えればいいんだろうね、こういうのって。僕の本音の答えとしては、一生懸命頑張って、時々好きになってくれる子がいます。トモさん、ドルトムンチュってなんだよ。ウミンチュみたいな。ドルトムンチュ沖縄バージョンみたいな。銀之助さん、ジェリーミナー思ったより良かったですね。ね。うん。あのヘディングはね、武器になるしね。あとはあれだよね、後方から組み立てる時のね、ちょっとこう、頭の中で組み立てるのをね、スムーズにできたら、パスの出して、
出し先ミスんないみたいな。ありそうですね。レオさん、坊主の人のベストイレブンお願いしますっていうわけで。で、坊主ってハゲも入れていいの？レイナとかゴールキーパー。もう思いついたの言うね、ベストかどうかじゃなくて。デルフ、コンパニー、まあなんかペペ、右、カルバハル坊主の時はないか。あと坊主の右サイドバックって誰？クライン。クラインもちょっと伸びてるよね。アレクサンダーアーノルドもちょっと分伸びてんだよな。ちょっと伸びてるけどいいか。アレクサンダーアーノルド。で、アンカーの坊主、フェルナンジーノ。あー、シティ坊主多いな。ペップが監督でいいしな。そして、あー、ダビド・シルバでいいや、じゃあもう。あー、イニエスタ。イニエスタちょっと生えてるけどな。坊主でいっか、あれ。ね、あー、ベンゼマ。ウィングの坊主。ウィングの坊主っていないね。やっぱウィングは遊ばせたがるんじゃない、髪。昔スターリング坊主だったっけ、ダレッサンドロとか出てきたけどね、昔の坊主。ネイマール、時々坊主がネイマール。はい、終わり。そして、ディーンはセンターバックの方がいいような気がしました。あ、上がるタイミング関係ないからね。うん。まあ、ずっと使ってったらもっと良くなりそうだよね。レオさん結婚頑張るんですか？あ、それね。前の彼女と別れた理由、それだからね、俺。ね、俺が結婚する気ないからだからね。うん。そういうことですよ。でそこに関してはね、ラジオでがっつり話してるんで、ぜひとも。2個前かな？ 2 個前か3個前の帰宅サッカー部。恋愛もポゼッション信者だっていうのがわかりますんで。来年もシティはあんなに強いんですかね？というわけで、強いと思いますよ、ペップがやってるうちは。大崩れしないと思います。だから、ペップとクロップのチームは、年数重ねるごとに良くなると思う。自動車学校にめちゃくちゃ可愛い人いて仲良くなりたいなと思うんですけど、なんかいい方の方ないですか？というわけで。俺の友達でね、仲良くならせることを仕事をしてた探偵いたけどね。女の社員を送り込んで、その女の子と仲良くなせて飲み会設定するみたいな。その方法やったら、マツコも。自分の仲良い女友達を自動車学校に、ね、で見つけるか入ってもらって。だから、そいつ自身、だからあれだよね、本当に好きな人じゃなくて、そいつの友達とまず仲良くなって、うん。で、その友達と、友達として仲良くなって、ってなると、最終的には本命の人来た時に、っていうね。ただその、最初に仲良くなった女友達が怒っちゃうかもしれないけど、まあ、そこはね、やりよ。うん。レオザサポーターさん、運動会の思い出お願いします。運動会ね、俺、保健室の先生が大好きで、その人がね、玉入れの、こう、真ん中で棒持つ役割やってたから、玉入れてる、この流れでお尻触ってたよね。小学生の、つって、お尻触ってましたね。ね。で、その女の先生がね、俺お腹痛めた時にね、本当にお腹痛くて保健室行ったんだけど、ずっとさせてくれてね、で、そしたらね、先生急に泣いてんの。で、どうしたのって言ったら、俺がお腹さすられてる時に、先生手疲れちゃうからもういいよって言ったんだって。そんなこと言われたの初めてって言って先生号泣してる。ね？それが今これよ。サイコパス言われて。だからもう俺をサイコパスっていう人はね、人を見る目がない。あの先生の涙。その先生の涙に惚れた俺がお尻触ってるから、こうやって。そして、レン君。どうも、うんぽこで選手の方がゲスト来てた時、西岡さん興味津々だったよね、でおなじみというわけで、ね。そのレン君の罠には引っかかんないよ。逆にあれよ、なんつうの、こう、選手至上主義。みんなで変えてこ。じゃないとずっとダゾンで秋田さんが解説するから。西岡さんをディスらせようとするやつで秋田さんディスっちゃったからね。びっくりしちゃったよね。いや、こないだびっくりしたんだよね、俺。あれはもうさすがに言っていいでしょ。レアル対、レアルマドリード対レアルソシエダの配信見た人、どのぐらいいる？のしってくれ、のしってみんな。ねえ、秋田さんの解説あれさ、びっくりしちゃった、やる気なすぎて。こういうとこですよねって言ってたよ、なんかミスった時。こういうとこってなんでそれ。だからみんなが、お前、なんかサッカー喋る人にお前上手いのかとか言うでしょ。違うんだって。別。うん。映画監督が俳優上手いわけじゃないじゃん。誰だっけ、風立ちぬで、あれやった。安野さん？安野さん風立ちぬで声優やってるけど、別上手くないじゃん、声優。だけど味があっていいみたいなね。別だから、あれ。うん。だからそこで、サッカーを喋らせると面白い人。サッカーの監督をすると面白い人。サッカーの指導をすると面白い人。サッカーをすると上手い人みたいな、面白い人って言ってたね、途中。うん。忘れて。まあ、その得意分野があって別だから。うん。じゃないとずっと西岡さんが俺の時だけ興味なくなっちゃう。ね、うん。こんな感じだったらね、うん。ユーモアに包まれてるか。西岡さんに届いても大丈夫でしょ。俺普通にダゾーンとかのアナウンサーの人一人でやってるやつ結構好きだし。っていうか、なんなら俺に一人でやらしてほしいよね。あの人ギャラ安く一人でやりますよってダゾーンにみんな言って。だから選ばしてほしいよね。それで統計出してさ、数多い人ばっかりにしてったらよくなるじゃん。だからそれを変えるのは俺らなんだって。俺らの声なんだよ。人の悪口言うなとかあれだけど、こう消費者の声じゃん。だってさ、それしか見れないんだから、もうダゾーン一個になってさ。これ、俺はもうスポーナビダゾーンとかスカパーとかでこう選んでてよ、その時の解説者で。でも今もう選べないからさ、みんなで変えてこ。だし俺はもう、別に俺にやらせなくていいよ、だから極論。頑張ってる人にやらせよ。うん。ちゃんと試合見てさ、
やってる人たちいっぱいいるよ、それで解説したい人。俺はもうここ頑張るからいいよ、極論。呼んでほしいけど、でも、ダゾーンよりもレオザフットボールが有名になってやるって思って今やってるからね。うん。でもそのためにね、毎日動画頑張るよ、俺は。英語も勉強したいとか。だからよろしくね。ご視聴ありがとうございました。そしてコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。他にも、レオザ2フェイスの音楽とか、レオザゲーム TV のゲーム実況、こちらも気になるよという方は、下のもっと見るから、ぜひ。セナさん、ノースロンドンダービーのゲストの女の人もって感じだった。いや、あれもあの、小沢さんが言う通りなんですよ。あの、大事な試合、大きい試合ほど、実況と解説がどういう試合かっていうので、試合の面白さを伝えなきゃいけないから、こういう風に言うと、あの、女性の佐々木さんだっけ、あの人をディスるみたいになりますが、あなたは悪くないですと。ただ、その、試合をどう伝えるかっていう形を考えましょうっていうのを小沢さん言ってて、あれね、昔からの俺のことフォローしてくれてる人は知ってると思うけど、俺、同じことを、ハリー杉山さん出た時言ってるからね。あの、アーセナル実況解説みたいになってて、俺は普通の実況解説とハリー杉山さんバージョンの2配信用意すればいいって言ってた。だってそうじゃん。アーセナル応援サポーターがそっち聞けばいいじゃん。それ聞きたい人は。で、いつも通りの人がいればいいし、両方でスポナビ今回頑張ったなでいいじゃん。で、それだけにするから、いや、普通に俺とってのはアーセナル見てえのに、みたいな。あの時チェルシーだったかな。うん。なるから。で、そういった時に、ハリーさんのこと悪く言うな的な人もいたんだけど、いや、よく読めと。っていうので言ってんの。で、その時は、まあ、俺、その頃、フォロワーも少なかったし、影響力もあれだったけど、本当にあの、小沢さんが言ってる、そのまんまよね。今ってあの、ツイッターの時代でさ、1億人総ツッコミ時代とか言われるけど、やっぱみんなさ、自分の視点を持ってるじゃん。だから俺もあの、サッカー、この何、討論ライブみたいやりたいって思ったんだけど、俺の方があのチーム知ってるって思う人いっぱいいると思うのよ。当然俺もさ、おごってないから、俺よりも、詳しいチーム持ってる人みんな当然そうだと思うし、バルセロナに関しても俺この中で一番知ってる、二番知ってるぐらいかもしれないけど、古い歴史とか比べたら俺を知ってる人いっぱいいると。ただ俺は毎日こういうことをいろいろ調べて、企画考えて、喋って、動画にして出すっていう、このオールパッケージングの能力があるだけっていう。能力っても言いたくない、バイタリティがあるだけなの。ただそんなバイタリティがじゃあある俺が何できるかって言ったら、喋りたいみんな、サッカーのこと大好きなみんな集めて、よりサッカーを楽しめる人たちになってもらって、そこで友達できて、じゃあ一緒にスタジアム行こうぜ、一緒にレオザーのライブ行こうぜってなるのが、すげえ俺は嬉しいわけよ。だから俺こういうことを、ね、いろいろ楽しみ方をこう作ってるんだけど、それはみんながさ、そういうことをやりたがってるっていうのを知ってるからな。なぜかっていうと、そのさっき言ったツッコミの時代で、みんながみんなの視点を持ってるから。っていうと、変なそのゲスト解説者呼んで側だけ祭り的な感じで盛り上げるんじゃなくて、その楽しんでる人たちのことを信頼したコンテンツ作りっていうのが必要なわけよ。